はい、こんにちは、松岡と申しまーす。今日も楽しくプラレールやっていきましょう。ということで、今回は新品のプラレール買わさせていただきました。それがこちら。サフィール踊り子。こちらのプラレール2つ買わさせていただきました。早速見ていきましょう。1つは、こちらビッグカメラ。もう1個はトイザラスで買わさせていただきました。こちらのプラレール2023年6月に廃盤になるってことで、お店からなくなる前に、今回買わさせていただきました。こちらカタログですね。S37 中央線の400系、大阪メトロの車両ですね。こちらのプラレールが発売になるんで、それと入れ替わりでサフィール踊り子廃盤になるということで、早すぎる。3年ちょっとかな、それぐらいしか経ってないのに廃盤になってしまいました。ということで早速ね、箱の方から見ていきましょう。 S37 サフィール踊り子、こちらのね車両、中間車後部車両方ともプラキッズが乗せられるということでね、なかなか面白そうなギミックとなっております。サフィールっていうのは宝石のサファイア の、 そのフランス語なんですよね。それから名付けられてるってことで、東京伊豆急下田間を運行しております。裏側は電池の交換の仕方ですね。特急列車にもかかわらずスイッチがねオンとオフしかないワンスピードの車両となっております。そして警告注意事項とガラトミーの詳細が書いております。形式で言うと E261系かな。早速開封したいと思います。はい、ということで開封してみました。先頭車でございます。なかなか活かしたデザインですね。窓はねくり抜かれていて、あ、ちゃんとね上側もくり抜かれてんだね。そして正面と反対側で、裏側貫通扉側で、形式で言うと黒 E260型1号車になります。プレミアムグリーン席、伊豆急下田方面の先頭車でございますね。こちらが台車となっております。電池の入れ方、プラスマイナス間違えのに入れてスイッチ入れると動きます。先頭車の連結器長いやつになってますね。で、通貫車でございます。これがプラキッズ仕様だと。すごい食堂車っぽくなってるってどっかに書いてあったよね。4号車のカフェテリアを再現してますってことで、4号車アシ E261型、ちゃんとねサフィール踊り子って書いてあるわ。そしたらさ、ここも書いてよ。ここにも書いてなかったっけ、サフィール踊り子って。こっちは省略しちゃったんだろうね。いっか。はい、そしてこちら後備車でございます。プラキッズが入ってる感じです。で、後備車はこんな感じになっております。まあ先頭車とほぼ一緒かと思ったら違う。ちゃんとこのライトの部分分けてるんだね。東京側の先頭車8号車になります。形式で言うと黒 E261型に、はい、ということでプラキッズを見ていきましょう。注意事項は、あ、飲み込むなと書いておりますね。ここにね人乗せられるよみたいな、こういう感じで乗せてくださいと。で、これを入れますと、ほら、こんな感じですね。はい。そして最後、こちらで、プラ列車カードという説明書き一緒ですね。ということで、早速、レイアウト作って走らせてみたいと思います。
はい、ということでこちらサフィール踊り子ちょっとだけプラレールのレイアウトで走らせてみました。こちら廃盤になってしまうプラレールですが、実車の方はまだまだ活躍中なので、ぜひ皆さんプレミアムグリーン席乗ってみてください。はい、ということで今回はこれで以上でございます。またね、面白いプラレール見つけたらどんどん紹介していきますんで、今後ともよろしくお願いいたします。また他の動画でお会いしましょう。またねー。